本日は「パブリッククラウドでオープンシフトを安心安全に使いこなすためのアーキテクチャ」ーというテーマで日本ヒューレット・パッカート株式会社の騒動哲也さんと日本マイクロソフト株式会社の大溝でセッションを行っていきたいと思います。まず レッドハット製品を Azure 上で提供するということでレッドハットとマイクロソフトとのパートナーリングというのはもう5年ぐらい続いている関係になっておりまして特にですねエンタープライズに向けた Kubernetes のディストリビューションである OpenShift については注力をしている部分になっております。さらにそのの製品の導入支援をして いただくパートナーとして HPE さんとも協業しておりまして RedHat、Microsoft、HP という3社で協力体制を組んでおります。で本日はまず前半私の方から AzureRedHatOpenShift のご紹介をして後半ですね Soudo さんの方からリファレンスアーキテクチャの紹介をしていただこうと思っております。でまず オープンシフト4なんですけれども、まあ、よりスマートな Kubernetes のプラットフォームというところでもう既にこのセッションを聞いている方々はもうご存知かもしれませんがオープンシフトは Kubernetes にプラスアルファでクラウドのサービスの機能だったりとかクラスターのサービスの機能だったりとかデベロッパー向けのサービスの機能またアプリケーションのフレームワークなどをご提供しているスマートな Kubernetes のプラットフォームに なっておりますでそのスマートなオープンシフトをフルマネージドな形でご提供するのが a Red Hat Open になりますでこちらのマネージドの OpenShift は数分で簡単に Azure 上に OpenShift のクラスターをデプロイすることができます。機能的にもエンタープライズグレードのオペレーションやセキュリティ コンプライアンスといったところに対応するということまたアジャイル開発に必要な CI ・ CD の機能だったりとかさまざまなパースの機能との組み合わせが容易であることまたクラウドですのでアプリケーションを動かすノードのスケールアウトやスケールアップというところも柔軟にできるというものになっておりますで通常ですねオープンシフトのクラスターを、まあ クラウドの上で実行した場合でも一番下のレイヤーのヤースの部分というのはクラウド側で面倒を見てくれるんですけれどもその上のネットワークだったりとかモニタリングだったりとかですね、セキュリティといった部分というのは自分で管理をしていかなくてはなりません。で そういった部分をですね逆に担保してくれるっていうのがフルマネージドのオープンシフトである Azure になりますこちらの場合には利用する方々はインフラに関わる部分っていうのはマイクロソフト Azure に任せることができて上でアプリケーションをどのように運用していくか開発していくかというところに注力することができます。 でこの Azure r e レッドハット・オープンシフトは Azure 上でとても簡単に利用していただくことができてデプロイ自体も Azure の CLI を使って簡単にデプロイすることができますしまた Azure の契約だけで利用可能ですのでオープンシフトのライセンスを別途購入するという必要もありません。 またですね重量課金で使っていただけるので使い出したいなと思ったときに使っていただけますしやめたいなと思った時にもすぐ使うのを停止することもできるというメリットもあります。で実際このオープンシフトを使ってみるにはまあ 普通だと、まあ、RedHat OpenShift クラスターマネージャーからえオープンシフトをデプロイしていくんですけれども、まあ、そこからプルシークレットを取得して、Azure の CLI を使ってデプロイをしてで、まあ、数分ですね、待つともうクラスターが出来上がるというところで、もうネットワークの構成なんかも組まれたクラスターを簡単に利用することができます。で、なぜ レッドハットオープンシフトなのかっていいますとやっぱりですねアジュールの上でオープンシフトを動かすことできるというメリットがあります例えばとパブリックな IP アドレスを付与して外部に公開できるようにするだったりとか仮想ネットワークを使ってこうネットワーク閉じた環境でも使えるようにするとかそういった部分っていうのが、えー、使えます。 またです、ね、マルチアベイラビリティゾーンにクラスターをデプロイすることで可用性を高めることもできますし高い SLA を実現することもできます。 さアジュールはさまざまなコンプライアンス認証も取得しておりますので例えばフィスクだったりとか PCI DSS なんかの認証も取れていますのでまあ信頼できるクラウドのプラットフォームと洗練された Kubernetes のクラスターである OpenShift のいいとこ取りというのがこの AzureRedHatOpenShift になります。 マネージドなサービスだと結構ですね管理運用管理上、まあ、自由度がないんじゃないかっていうふうにご心配されることもあるかと思いますが Azure-RedHatOpenShift の場合はです、ね、管理者には Kubernetes のクラスターアドミンロールを割り当てて特権コンテナの実行ですとか CRD のインストールなんかもできますので柔軟なクラスター管理ができます。 また認証認可についてもオープンシフトが対応している認証プロバイダーを利用することができますしまたですねロールのバインディングなんかも利用して権限文書っていうのも明確にできるようになっています。 あとオープンシフトではオペレーターが使えるというところがやはり重要なポイントになってくるかと思いますがもちろん通常のオープンシフトと同様にオペレーターハブを利用することもできますしカスタムのオペレーターのインストールもできるようになっています。でクラウドでせっかく動かす のであればまあクラウドの価値をいろいろ使っていきたいわけですがクラウドで動かすとやはりですねリソースが欲しいときに入手できたりとか必要な分だけ使えるというところでコストの削減だったりとかとコストの透明性っていうのが高まりますまたやっぱりパブリッククラウドはその プラットフォームを運用していくことがやっぱりメインの仕事になっておりますので、まあ、パフォーマンスだったりとか信頼性だったりといったところのサービスのクオリティも非常に高くなっておりますしさまざまなサービスとの連携させることで新たなシナリオのの創造っていうのもできるようになっていますですのでやっぱりですね AzureRedHatOpenShift を使ってまずは OpenShift を試していこうっていうのは非常にクラウドの価値も 利用できて簡単に始められる方法ですでパブリッククラウドの場合にはマネージドの Kubernetes のサービスっていうのが大体提供されているんですがその中でもなぜ OpenShift のマネージドのサービスなのかといいますと OpenShift の場合にはもともとですね Kubernetes のス に持っているまあクラスターの管理の機能プラスアルファのえ機能もサポートされておりますのでとさまざまなですねサービスメッシュの機能だったりとかログインロギングだったりとかメータリングの機能っていうのも使っていただけますまたせっかく Azure の上で動かすのでまあ他のサービスと合わせてまあ Azure 側で管理をしたいという場合もですね Azure の監視ツールなんかも使って運用監視なんかをすることもできます。 で結構エンタープライズで使うにあたってはきっと一番重要かなと思うところがサポート体制ですね。レッドハットとマイクロソフトとのパートナーリングの中でとサポートは一緒に提供するっていうふうになっておりますのでこうサポートリクエスト上げた時にたらい回しにされるなんていうこともなくしっかりしたサポートをご提供することができますのでエンタープライズのお客様も安心してご利用いただけます。 やっぱりエンタープライズの利用されるお客様っていうのはさまざまな難しい要件があったりしてネットワークを分離したいとかセキュアに使いたいとかそういった要件っていうのが非常に多いかと思います。 でオープンシフトプラス、まあ、Azure だとさまざ、あ、まなデータベースだったりとかエ p アマネジメントコグニティブサービスといった p a ス s や SaaS のサービスと連携することもできますし、まあ、ネットワークの分離だったりとかオンプレミスとの兵器での接続っていうことも容易に実現することができます。 またそのクラスターのインフラとしてのセキュリティを担保するという意味では AzureAD を利用した認証認可というところも実現できるようになっておりますのでエンタープライズのお客様が安心して使っていただけるようなプラットフォームになっています。 でここからは実際にエンタープライズでの本番利用に向けた設計の考慮点についてソードさんの方からお話しいいいたただきたいと思います、はいえー、ご紹介に預かりました日本ヒューレット・パッカードのソードと申します。 我々 HP ではポイントネクストというサービス事業部門でですねお客様向けのシステムの構築設計提案などを行っているんですけれども特に今回ご紹介するオープンシフトについてもさまざまな環境上でお客様向けに構築している実績がございます。今回マイクロソフトさんにお声がけいただいて ARO のですねテクニカルリファレンスアーキテクチャといったものを共同で作らせていただきましたので今日はそちらの内容のですねご紹介を私の方から後半させていただきたいと思います。 前半パートを溝さんの方で AR を非常にお手軽に始められますよというご紹介もしていただきましたがもちろんエンタープライズで本格利用していただくことも可能ですただしそのためには最初にですねきちんと設計を行っていただく必要がありますですのでこの後半のパートではその設計のです、ね、ベストプラクティスを一部ですねご紹介したいと思います で後半ご紹介する内容は必ずしもすべて Azure だけに適用できるという話ではなくてパブリッククラウドでも一部利用できる考え方もあるかなと思いますのでぜひ参考になさってください。はい、ARO はですねコマンド一発で簡単にデプロイができるわけですけれども。あの ARO のクラスターを単体で使うということはほとんどなくて大抵の場合にはクラウドの場合他のクラウドリソースをデプロイしてですね連携させて使うというケースが多いかなと思います。で一方でですね ARO はせっかくクマネテスのマネージドサービスですのでクラウドリソースについてもイヤースではなくてできるだけパースや SARS といったマネージドサービスを使っていただくことがシステム全体の運用負荷のオフロードにつながるというふうに考えられます。 ARO とパースや SARS を使っていただくにあたってですね、ARO のクラスターのほうは OC コマンドですとか、Cube コントロールコマンド、あと OpenShift の Web コンソールを使って操作をしていただきますし、Azure のリソースのほうは、ね、AZ コマンドですとか、あと Azure ポータルから操作をしていただくと、まあ、操作が2系統になるといったところが、まあ、設計上、初めにです、ね、認識しておくべきポイントかなというふうに思います。 ですので結論としてエンタープライズ向けの ARO の設計ということを考えるときには OpenShift のエンタープライズ向けの設計の観点とあとエンタープライズのクラウドの設計の観点両方をミックスしてですね、折り混ぜて考えていただく必要があるということになります。で それらは非常に多岐にわたりますので、今回こうした設計観点をですね、まとめさせていただいて、ARO テクニカルリファレンスアーキテクチャとして公開を10月ぐらいからですね、させていただいています。でアクセスするためのリンク URL などはこの後ご紹介したいと思うんですけれども、今日はこういった中からですね、一部抜粋してご紹介をしていきたいと思います。で全体としてはこのページに書いてあるように大きく4つの設計観点がまとまっています。 一つはネットワーク構成。これはこの後ご紹介したいと思います。それからセキュリティ認証認可に関するお話。でまた基盤保守、クラスター全体のです、ね、運用メンテナンスといったところ。また CICD でパイプラインでですね、開発をしていくにあたって、その成果物の開発の方法や持ち込みの方法などについてもまとめています。 では、ネットワーク構成のです、ね、お話を一部ご紹介したいなというふうに思いますが、この図はですね、ARO を規定のデフォルトの構成で展開すると、さまざまなリソースがこのように自動で展開されますで。左側にあるように、マスターノードですとか、ワーカーノード、こういったものは VM として展開されるんですけれども、そのほか関連するネットワークのリソースについても、ロードバランサーやパブリック IP リソースといって形で自動で連携して構成されます。 でこういったです、ね、デフォルトの構成を正しく理解して適切に設計構成しないとです、ね、セキュリティ的には脆ろい緩いインフラ構成になってしまうこともあるのでそこに注意をしていただく必要があります。例えばこの例で言うとデフォルト構成で作って API に対してはパブリックインターネットからアクセスできるようになっていますので場合によってはです、ね、不正な第三者がです、ね、アクセスして不正アクセスを許してしまうといったケースもある点に注意が必要です。 そこでネットワーク構成の観点ではさらに4つに分割してです、ね、ここにあるように VNet 分離それからマスター a p i のプライベート化それから入力経路出力経路の制限といった観点で設計を紹介していますで今日はおそらく時間の都合上2点に絞って、ね、VNet 分離とマスター a p i のプライベート化について紹介をしていきたいと思います、はい、まず VNet つまり仮想ネットワークです、ね、これをどうやって分離するかといったお話なんですけれども まあそもそもこれは ARO に限らずですね、エンタープライズで Azure のようなクラウドサービスを使っていただくときのネットワーク構成の話になるんですけれども、大体エンタープライズの場合にはですね、オンプレの拠点からクラウドにつないでいく、Azure の場合にはですね、e x p r e s s r o t を使って Azure に兵役接続をしていただいて、Azure のリソースを使っていただくという形になると思いますけれども、さらに Azure ネットワークの場合には、ネットワークのデザインパターンとしてですねハブ、Hub&Spoke といったようなパターンがあります。 でこれはエクスプレスルートでオンプレとつなぐところをハブとしてです、ね、さらにその先にスポーク V ネットという形で業務システムをスポーク V ネットに置くとデプロイする配置するといった考え方をしていますそしてハブとスポークの間は V ネットピアリングという機能で接続をしてです、ね、結果的にオンプレの拠点からハブ V ネットを通って業務システムがいるスポーク V ネットにアクセスができるとこういったネットワークの設計をすることが割と一般的に多く見られます でこれはですね、あの構成が容易で割と,割とあのイメージしやすいので使われている方も多いと思うんですけれども、一方でセキュリティの観点から言うとですね、これは、えー、いわゆるそのオンプレを延伸して使ったみなしオンプレをですね、えー、Azure のところまで拡張したような考え方になっていて、でその時のセキュリティ設計としてですね、えーまあ 境界防御みたいな考え方でいうとその外から中に入るところだけを例えばファイアウォールなどでセキュリティセキュリティをかけるみたいなことをしていると万が一ですね中に侵入されてしまった場合に水平攻撃を許してしまうといった危険リスクがあります。この例でいうとスポーク V ネットにいるです、ね、a r o クラスターが仮に乗っ取られてしまった場合にハブ V ネットを通して逆向きにです、ね、オンプレの拠点側に攻撃を仕掛けてしまうといったことに注意が必要です。 で近年ではこうしたディスクに対してゼロトラストネットワークのような概念を用いてですねちゃんと各々の業務システムの V ネットを分離しましょうという考え方も出てきています。それが下にある V ネット分離方式と呼ばれている考え方になります。で下の図の違いというのは先ほどはスポーク V ネット上に ARO を展開したわけですけれども。 下の図はスポーク V ネットのさらに先に隔離された V ネット、隔離 V ネットといったものを作りそこに ARO クラスターを展開していきます。そしてスポーク V ネットにはプライベートリンクサービスといういわゆる IP アドレスのついたエンドポイントを作ってです、ね、そこにアクセスをすると隔離 V ネットにアクセスが届くといった形になっています。ですのでアクセス経路としては拠点からハブを通ってスポークを通ってスポーク上のプライベートリンクのエンドポイントにアクセスをすると ARO のクラススににアクセスできるといいっった形になっていますこのようにしていただくと先ほどのように万が一隔離 V ネットが乗っ取られてしまった場合にもですね隔離 V ネット側からスポーク V ネット側にアクセスする経路といったものがありませんので水平攻撃を防御することができるとこういった考え方があります。 でこの例は必ずしもです、ね、エンタープライズで利用していただく際に必ずこうしてくださいといった話ではもちろんないんですけれども ARO 以外にも業務システムでこのレベルのセキュリティデザインをしている場合には、ね、ARO もそのセキュリティレベルに合わせていただく必要があるかなと思っていて選択肢の1つとしてこういうネットワークセキュリティデザインがありますよというご紹介になっています。 次にマスター API のプライベート化についてご紹介します <laughs> 通常 ARO クラスターをデフォルト規定の構成で作ると左の図のようにです、ね、マスターノードのロードバランサーはです、ね、パブリック IP と連携してインターネット外からアクセスできるような形になりますで多くのエンタープライズではインターネット経由のアクセスを許可しないといったケースが多くてその場合にはです、ね、右側にあるようにこれオプションでデプロイするとこのようになるんですけれども マスターをプライベート化すするといっった構成も可能になってきますでこのようにすると外についていたロードバランサーが内部ロードバランサーに置き換わってですね結果的に ARO クラスターがいる VNet の中からしかアクセスを許可しないといった構成になります。でこの場合には図にありますようにその VNet 上に保守端末をデプロイしていただいてそこの保守端末からのみアクセスを許可するといったアクセス経路になります。 そしてパブリック IP からはアクセスを許可しないといった制御が可能になりますこのような構成にした場合ですね ARO のアクセスは同一 v ネット上にある保守端末からアクセスするという話になるんですけれども 冒頭お話ししたように ARO だけではなくてその他のクラウドリソースにもアクセスをしたいとそれがパースサースですみたいなときにはどうすればいいかというと Azure の場合はです、ね、Azure リソースマネージャーの API のエンドポイントを叩いて Az コマンドもしくはポータルから操作をするわけですけれどもそこはインターネット上にあるので一度外に出なければいけないんですけれどもそのためのアクセス経路として保守端末から外に出る際にです、ね、Azure ファイアウォールを置いてルーティングを経由して必ずそこを通すと いうような形にすることによってアクセス経路の制限を行います。また追加でですね、Azure AD のアクセス制限をかけることも可能です。ですのでこのようにと ARO のクラスターと Azure リソースはですね、それぞれでネットワークのセキュリティの設計を考慮してあげる必要があるという話になります。でと今お話したようにネットワーク構成についてはいくつか考えることがあります。 そして、えーとですね、あのちょっと飛ばしてしまったんですけれども入力経路制限出力経路制限についても先ほどのネットワークに追加して考えることができて例えば入力経路制限でいうと先ほどの図には保守端末があったんですけれどもじゃあ保守端末にはどうやってログインすればいいのかといったことを考えるのが入力経路制限の例となりますでそこはオンプレからですね先ほどご紹介したようなプライベートリンクを使って兵役経路で通るという方法もありますし また最近では Azure Bastion みたいな Azure ポータルから VM にセキュアにアクセスできる機能を使って保守端末にアクセスをさせるといったようなケースもありますこういったことを考えるのが入力経路制限の例となりますまた出力経路制限は逆に出ていく方になりますので例えばワーカーノード上のコンテナからですね、外にあるサービス例えば PaaS のデータベースに繋ぎたいみたいなのが出力経路制限の例となりますがここでもファイアウォールを使ったりとかプライベートリンクといった 行き経路でつなげるようなサービスを併用することによって、必要なアクセスを担保するといった考え方が一番のネットワーク構成のポイントということになります。はいでその他認証認可とかメンテナンスの話、それから試合 C.D. における成果物の管理の仕方などなどがたくさんあるんですけれども、こうしたノウハウコンテンツについては今右上に映ってるんですけれどもリンクにアクセスしていただくとドキュメントコンテンツとしてご覧いただくことができます。 またあのドキュメントだけではなくてです、ね、今ご紹介したような実際のアジュールの構成をリソースの配置をです、ね、スクリプトとしてもご提供していますので皆さんの環境でアジュールサブスクリプションでアクセスしていただいて実際に今日ご紹介したのと同じようなアジュール AR クラスタープラスその他のリソース構成といったものも作っていただくことが可能になっています。 でまたリンク先にはですね ARO だけではなくてその他の Azure のさまざまなサービスについても同じようにリファレンスアーキテクチャがたくさん公開されていますのでご興味があったらぜひご覧ください。最後に全体構成として少しビジーな図にはなるんですけれどもこういったベストプラクティスなリファレンスアーキテクチャを適用すると大体いいこんなような図になりますよといったことを最後にお見せしたいと思います。で 本来 ARO の,の最小限のクラスターの範囲というのは左側にあるマスターノード、ワーカーノードそれからロードバランサーといったところだけなんですけれども今日例えばご紹介したようなネットワークのセキュリティ制限みたいなことをかけてあげると右下にあるのはオンプレの経路を意識しているんですけれどもプライベートリンクで V n e t 分離をしてセキュアにアクセスをさせるみたいなことも可能ですし右上にあるのはインターネットからの経路ということで先ほど少し紹介した Azure バスチョンを通してですねアクセスをさせるみたいな経路に に絞るとといったことも可能ですまた多くは今日ご紹介してないんですけれども下の方にあるですね運用管理系のさまざまな Azure のサービスと連携させていただくといったことも可能でこの場合 AzureFirewall を経由して外に出ていって AzureAD と連携をしたりですとか運用監視である AzureMonitor と連携したりまたログをですね診断ストレージに置いてログアナリティクスといったログ分析のサービスと併用していただくことも可能です。 そして、Azure DevOps といったサービスを使ってコンテナの開発をですねアジャイルに行ってそのコンテナイメージをレジストリに配置しそのまま AR をクラスターでデプロイしていただくといったワークフローも実現可能となります。でまさにこの図に表しているようなシステム構成をですね先ほどご紹介したリンクからスクリプトを使って構築していただくことが可能ですので是非トライしてみてはいかがでしょうか。 最後にご紹介になるんですけれども今日のです、ね、ご紹介したテクニカルリファレンスをいわゆるそのガイドの解説をさせていただくプラス実際にお客様の環境で,です、ね、構成して触っていただくハンズオンといったことをサービスとしてご提供しています。またカスタマイズしてお客様の要件に合わせて QA や技術支援などをさせていただくサービスということもアドオンできるようになっています。 このサービスについてもしご興味を持たれた方はマイクロソフトさんまたは HP の担当営業までお問い合わせいただければなと思います、はい、では最後まとめのスライドで本日のセッションのまとめをさせていただきたいと思いますでは最後まとめに入りたいと思います Azure のようなパブリッククラウドだからこそ OpenShift をすぐに試すことができます二つ目は エンタープライズに求められる環境も Azure のさまざまな機能を使って実現することができますそして弊社 HP では導入のための支援体制も整えており導入実績も豊富ですのでぜひお声掛けいただければと思いますぜひ ARO でオープンシフトを始めてみてください本日はご清聴ありがとうございました